終わった終わった俺の KOG がやっと始まったのに終わったちくしょう。いやまあね、まあ、1回戦ディアマンテ不戦勝、2回戦弁慶も不戦勝、まあ結果論だけどね、キャンディーがあの日もし清水と両輪してたら俺は今日も試合をせずに勝っていたかもしれない、うん、こんなことあるかなってね思いながら戦ってましたけど、まあ、そういう風にね思った俺が弱かったかもしれない、うんうん、こんなんじゃね最初にねディアマンティだったら負けてたろうし、もちろん弁慶と真正面からぶつかってもやられてたろうし、清水なんか勝てるわけない、うん、そんな気持ちでいた俺が、うん、よかったんじゃないかなと、はい、まあでも、うん、最後にようやく戦えて清水にあそこまで、うん、まあ頑張ったよ俺も今持てる力は頑張ったけど、それ一発で弾き返されて清水はやっぱ強いってことで、うん、まあまあ、うん、また来年どうなるか分かんないですけど、うん、またね第1回から、うん、数少ない第1回からの参加者として、これは自分のその場の自分の物差しみたいな感覚で、うん、戦っていくんで、とりあえず今回こういう感じになりましたけど、また来年実力で上まで上がりたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。お見たかおい、1回戦シュン、そして神田スム、次のチャンピオン、そして令和新世代を倒して、次は菊田まどかよ、泥のミゲルチャンピオン、見とけよ、俺が意地にしたからな、泥臭くでも勝ったからな、鹿児島。直接ぶつかっても強敵なあの近藤修司が一点集中だと、今のドラゴンゲートに近藤修司と差しで戦って勝てる選手どんだけいいんだ、俺は今日あの近藤修司を倒したんだ、あと次はビッグボス清水か、令和新世代に噛みついたビッグボス清水が現役ドリームゲートチャンピオンのこの俺菊田まどかが迎え撃ってこの KOG を制覇してやるよ。ただなこの KOG はドリームゲートチャンピオンのこの俺にとってただの通過点だ。まだまだ先を見据えてるぞ。俺は史上最年少のドリームゲートチャンピオンだ。これから未来を作るのはこの俺だ。はい、本日のドラゴンゲート神戸芸術センター大会、ドラゴンゲートネットワーク、そしてご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。はい、キングオブゲートベスト8が出揃いまして、ベスト4をかけた本日2試合公式戦が行われました。まずは望月進む対ビッグボス清水。いやーもうね、最後までどちらが勝つか分からないような試合展開で、本当にね、もしかしたらここまで戦わずして勝ち上がってきた進むさんがいくかなと思ったんですけどね、やっぱりあの砲丸投げスラムがもう強烈、もう本当にあれ一発で、清水が勝ちということでね、まだ試合内容は本当に非常に素晴らしいものでした。そしてもちろんメインイベントの菊田まどか対、近藤修司、こちらもね、もちろんもう見応え抜群の試合でございまして、まあ菊田がね、もう終始右腕を攻められてね、やっぱりその辺はやっぱり近藤さんの技術、やっぱりそこがちょっとキラッと光ったようなね試合でした。終始ね、近藤修司が攻めてるような印象の試合でしたけども、まあ最後は菊田意地の執念の勝利というか、そんな感じで次がいよいよビッグボス清水対菊田まどかに決定ということでございます。そして明日岐阜に3年ぶりに帰ってまいります。なんと岐阜での明日公式戦試合は岐阜対決、箕浦浩太対吉岡優輝の、これまた今のこのドラゴンゲートを象徴するような2人の試合でございますので、ぜひ
岐阜の皆さん、明日は めちゃめちゃ盛り上がってください。もちろんこちら YouTube チャンネルではその公式戦をノーカットで配信予定ですので、要チェックでよろしくお願いします。それでは皆様、また明日岐阜でお会いしましょう。